2003年ボケの弓川が親の借金を背負う羽目に、その額なんと800万。どうも川口です。弓川です。ボルトボルズです。 YouTube ピースピース。あかんわ。いいね。全然なんか合わへんわ。いやもうそれがリモートの良さですよ。いうことでございまして、今回はですね、はい、まあそれぞれ離れたところで撮影するという形で、まあいかんせん違和感しかないですけどね。あ、大体よ川口さん。いやいや、まあまあもう会いたい。はい、ありがとうございます。うん、そう、漫才したいとか、うん、そんなこう、なんかそんなんじゃなくて会いたい。ありがとうございます。何来いよ。そのコンビ愛をさ、あ、はい、あ、はい、20年やで。あ、はい、あ、はい。解散や。もうせやけどね、なんか、うん、人見知りになるじゃないけど人に合わなさすぎて、なんか、ね、性格まで変わってしまうっていうね、そう、ことにならなければいいななんて思ってますけれども、はいはい、さあ、今回はですね、うん、まあ、我々があの20周年のライブを、うん、やらせていただいて、やりました、まあ、あのこのね、コロナ騒動 の、うん、まあ、あの直前というか、うん、もう本当にギリギリライブさせていただけたという、まあ、うん、思い出のライブなんですけども、 そうね、その、ライブについて振り返ろうじゃないかという、企画をやっております。 OK、 はい、いいじゃない。ということで、まずはですね、うん、我々20周年のオープニング VTR をご覧いただきたいと思います。 OK! VTR スタート。ピースピース。最近流行ってます。どこで。世紀末を迎えた2000年、この男たちが産声を上げた。その名もボルトボルズ。目の離れたイケメンボケ弓川信夫。頭の中は金金金。ツッコミ川口明。結成わずか1年後の2001年、ワッハ髪型大賞受賞。プロとして華々しいデビューを飾った2人。しかし2003年、ボケの弓川が親の借金を背負う羽目に、その額なんと800万。さらにツッコミの川口は栄養失調で倒れる。地獄の日々を送る中、2006年 M1 グランプリ準決勝進出。さらに2008年からは、どうもレポーターのボルトボルです。お願いします。お願いします、今回からの新番組でございますよ。新番組のレギュラー放送も始まり、仕事は順調、はい、結成10年目を迎えた2010年にも M1 グランプリ準々決勝進出。漫才師として上昇気流に乗りかけていた矢先、所属事務所からまさかのコンビ解散を促される。番組出演や営業が減り、バイトで食いつなぐ日々。ご指名あるよ。失礼だよ。そんなボルトボルズに一筋の光が差したのは2014年、サイエンスパフォーマーゼンちゃんとの出会い。彼に弟子入りし、サイエンスショーをスタートさせたボルトボルズ。彼らのサイエンスショーは全国各地で話題を呼び、今ではなんと年間150ステージを超える人気ぶり。一方で本業の漫才は年間27本。20周年を迎えた2020年の今年、漫才、サイエンス、サービスのイリュージョン、今日全部やります。はい、ということで、あ、言っていただきましたけれども、いや思い出何か残ってます？いや、なんかやっぱ、なんでしょう、20年、まあ凝縮でしたから、はいはいはい、
必死もあったし、うん、であんだけの希望っていうのもなんかボルトボルトで初めてやったっていうのもあったし、はいはいはい、来てくれたっていうのもね、皆さんね、もう満席状態でお届けできて本当に感謝なんですが、まあ実はですねこのライブの、まあ我々ね漫才やって、うん、で、弓川くんのピンネタがあり、はい、まあ、師匠とのサイン賞もやり、うん、ゲストにチキチキジョンとはるかかなた師匠を迎えてやったんですけども、はいはい、一番の目的ははるか師匠を離れたところに立たせて、はい、かなた師匠の空気砲で打ち抜くという企画でございましたけど、ね、これがもうメインでしたね。そうですね、はい、その時の映像もご覧いただきましょうかね、うん、あユッピーピース行け。いや、行かないです今のじゃ行かないですVTR スタート。ピースピース3、2、1。これが一番盛り上がりましたね。まあそりゃそうですよ、あやっぱりね。で僕らもね小学校公演とかだったら先生にまああの春歌唱になっていただいて、うん、打ち抜くっていうね、うん、これをやるともうやっぱり生徒さん大爆笑でめちゃくちゃ盛り上がる、いいやつやったんですけどね。まあだからこれをねやっぱり実際、まあ、本物の師匠でやるという企画を出した時にね、うん、まああのかなた師匠がね、うん、ハルカ師匠ばっかりフューチャーされて拗ねるんじゃないかという、はい、ちょっと心配もね、そういう心配もあったんですけども、ありました、まあ、そこはなんとか段ボールの、はい、作ってくださってる会社さんとの、はい、コラボによりまして、巨大かなた師匠をいやあれすごい、ね、空気砲を作るということができました。あれは価値あるわ。神崎式さんありがとうございました。本当にありがとうございます。感謝ね、ということで、まあこういう企画がねまたできてみんなで笑い合えるようなねそんな時が、はい、迎えれたらななんて思うわけでございますが、思います。今は我慢の時ですけども、はいはい、いつか必ずね、ゴールはあると思います、うん、みんなでつながっていってね、こう絆つながっていこうよ、これをねテーマで。いやちょっと待ってください、なんか新しい宗教団体立ち上げやめてもらっていいですか。お願いします。いやいややめろ。絆絆やないねん。もしね興味がありましたらこのキーボードだっていやいやいややめろいつかね絶対ね皆さんの前で、はい、ステージ立てるように心から願います。はい、終わり。